貴重とは、石文と法上を並列して読んだもの。非版法上の略。書道において石文など、金石文の書籍から取った拓本のうち、保存、鑑賞、学書用に供するために仕立てられたもののこと。ほとんどの場合中国の書籍に用いられる言葉である。俗には、近世以前の石文の拓本そのものを交渉することもある。この項で小説する。中国では、 紙の発明以前は、金石文が深く根付いていた。書籍を模写して学書する場合、必ず石文の拓本に触れることになり、法上ともども学書には欠かせない。しかし、石文は大きいものも多く、採択に多くの紙を要する場合もあり、保存、鑑賞用としてはともかく学書用には反差である。また日形も正方形から真鯛のような全くの不定形まであり、 大学の有無、両面の国字会中と刻まれ方も主従ある。このため、拓本を加工して、鑑賞学書を容易にしたのが、秘帳である。なお、紙の書籍を石焼に転写して、拓本を取る模告は、法上の作成法であり、これに含めない。秘帳はその形態によって、前頭本と戦争本に分類される。 進む町明肥前頭本吾監視有残肥戦争本。本格的に秘境としての拓本の加工が見られるのは、東大からである。原村最古の秘境は、敦煌で発見された、体操の手になる温泉名のものである。これは、離山温泉の徳を称たたえた秘文で、拓本が裏打ちされている。ほか、最後に、英紀四年八月三十一日。 漁国府家、けし、と制作年、制作者の名前が記されている。この時代の秘帳はほとんど現存しないため詳細は不明だが、一部の石文みは、このように完成の地ほどなく秘帳化されていたとみられる。この時代のものを、東卓と呼ぶ。現存数が少なく古本が非常に多く、貴重である。秘帳の政作が盛んとなったのは、北総大へ入ってからのことである。宋代には、 書籍の収集、鑑定、そして研究も成功した。対象には、金石文も含まれたため、石文やまがいを研究する、金石学部が急速に台頭した。拓本の採取も盛んとなり、大量に市長が制作された。紙の書籍においても、法上政策が集長、純化拡張の編纂により、盛んになったのと時期を同じくした。現存の当代以前の拓本。 秘境のほとんどはこの時代に一度は拓本を取られている。続く南宋大や秋代においても秘境政策は続き、この時代の秘境を宗拓、秋広と称する。こうして秘境による非番書籍の伝承が定着した。新代に入ると、交渉学によって法上に変わる書籍として石踏みが注目され、秘境はさらに盛んになった。交渉学の立場からは、 模国という誤りを生みやすい手段を乱発して、書籍を伝えていた法上は信用ならず、石踏みの方が刻まれた当時の姿を止めており、信頼性が高いとされた。源元は、北朝の北秘と南朝の南朝を比較して、北秘南朝論を表し、戦術の論理から北秘を南朝よりも優れたもの、断じて、学会の主流を非優先の方向へ導いた。 当時見つかった石文みはすべて拓本が取られ、多くの秘帳が研究用に制作された。また過去の秘帳も書籍として研究され、原石や拓本の心眼、採択年代の判定、原皮の変遷などが広く論じられた。しかし後には写真や印刷の発展に押されて、次第に下火となり、現在ではごく稀に作られる程度となっている。 本来、主張は、法上と別物であるが、元の書籍が石文みであるだけで法上仕立ての書籍で、あることから、現在では、法上と同列視されたり、両者を並列して、非番法上と呼ぶことがある。ありがとうございます。